はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。待ちに待ったものが届きました。プラレールアドバンス E6 系新幹線連結&立体交差レールセットです。いや、ついに来たね。E6 系新幹線、スーパーコマチンですね、坂レールと橋脚がついたセットになります。じゃあ早速開けてみましょうか。はい、じゃあ練習君引っ張り出せるかな。はい、よし。おお、またこれついてる。あ、架線中20本入ってるみたいですね。これがストップレールですね。あと対向式液が1セット入ってます。曲線レールが12本、ガイドレールが1セット、直線レールが2本、2分の1直線レールが2本、こちらがですね、アドバンス用の坂レールですね。これが6本入ってます。緩やかな坂になってますね。橋脚1が6個、橋脚2も6個で、橋脚3が4個ついてます。はい、そしてこれがスーパーコマチですね。ちょっと見ていきましょうか。おー、いいんじゃない、スーパーコマチ。いいね。こちらが中間車両ですね。このマークがね、しっかり再現されてますね。赤い屋根、いいね、かっこいいね。うん、では早速ですね、組み立てて発車してみたいと思います。よし、じゃあ発車してみてください。おお、おお、登った登った。ああ、駅で止まってんだ。びっくりした。あ、行った行った。ああ、やっぱり。はい、実はですね、この立体交差セット、すごくでかいんですよ。それで、このね、うちのテーブル2つには乗っからなくて、こっちにね、段ボールで、ちょっと下のね、柱作って、なんとかやってたんですけども、やっぱりそれだとね、バランス崩れて、脱線しちゃうみたいですね。参ったね、これ。全部これ外してみよう。そうだね、カチューさんちょっと全部外してみようか。全部外しちゃおう。ここは登るね。これ綺麗に登るね。ここだよ、ここ問題、ここ。あ、やっぱり達成してるね。あ、ギリギリ持った。あ、持ったじゃん、ギリギリ持った。あ、直った、ここで。あ、行ったじゃん、行ったじゃん。行った。問題はこっちだね。ここで脱線するか。あ、しないしない。やっぱりね。そういうことだ。やっぱりね、ちょっとぐらいの段差があるとダメなんだもんね。E5 系はやぶさと E6 系スーパーコマッチを連結して発射してみましょう。いくよ、せーの、はい、
はい、ということで今回はプラレールアドバンス E6 系新幹線連結&立体交差レールセットでした。